こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。欧流潜水艦の誕生で役割を果たしたのが、スターリングエンジンになる。長らく。そう、流型潜水艦の AIP 機関として、潜航時に鉛蓄電池を充電するために、作られた方式になる。このスターリングエンジンが、ついに終了となり、代わりにリチウムイオン電池が変わって、潜航時の電気をすべて担うことに、そのパワーは今までの4倍とも言われている。スターリングエンジンが主流となっていた。世界の通常動力型潜水艦は、これで終わりを告げることになる。やはり、最新の技術を、その国でも、真似してくるのは見えている。当然、中国でも同じことだろう。原子力潜水艦を建造しているが、その性能は、日本や米国には遠く及ばない性能だ。尖閣諸島周辺で急浮上した一件があるが、あれが海底で相当海自潜水艦にやられたのだろう。では、最新鋭潜水艦の話をしていこう。2020年3月、海上自衛隊に引き渡され、配属となった5基地への到着が、報じられたのが、そう、流型潜水艦の11番艦であり、世界初となるリチウムイオンバッテリーを蓄電池に、採用した、欧流だ。就役中の通常動力型潜水艦としては、世界最大級の排水量でもある。欧流は、総流型とはいえどその刷新された機関部と、性能から、もはや新型とさえ呼ぶ声も聞かれるほどである。今回、欧流が実用化に成功したリチウムイオンバッテリーの、性能が実際にそれまでの鉛製の蓄電池とスターリングエンジンを併用した非待機依存推進からどれだけ進化したものかはつまびらかではない。これは欧流をはじめ海上自衛隊における潜水艦は日本の防衛戦略のようであり、重大な防衛機密としてその性能を非開示としているためであり、今後もしばらくは推測の域を出ないだろう。しかし2021年に就役予定の12番艦東流や、すでに建造が開始されている次の3000トン級潜水艦においても同様の方式を採用していることからは、しばらく日本での標準仕様となるとみて、間違いない。通常動力型潜水艦を世界的に見た場合には、韓国が今後の新造艦へのリチウムイオンバッテリー方式の採用を、企図しているようだが、ドイツの214型潜水艦のような燃料電池型方式と二分されていくと考えられる。欧流の公表値である速度は水上で13ノット、水中で20ノットと、いずれも従来の総流型と同等の数値となっているが、連続潜航距離や時間は大幅に向上したと予想されている。
さすがに、アメリカなどの原子力潜水艦であれば、水中での速力もその機関のパワーを生かし30ノット以上と言われているが、個人的には横流も20ノットは上回っているのではと感じる。今後はモーターの出力向上も期待されることからより原子力潜水艦に近い運用が可能になってくるのだと推察されるが、スターリングエンジン使用時は5ノット程度とされていることから、飛躍的な進化だろう。そもそもリチウムイオンバッテリーは従来の鉛の蓄電池と比較した場合、同様の大きさであっても倍以上の容量を実現しているので、運用時の行動範囲の広さが何よりの利点になると思われる。加えてリチウムイオンバッテリーは充電に要する時間も短い上に、ミツル放電の反復利用回数においても優れているため、メンテナンスの効率も良いことが、トータルな運用を従来より容易にするだろう。横流の最高震度等は明かされていないものの、船体の鋼材などからおよそ900メートルにも達するとも言われ、日本近海だけを考えるならば、いささかオーバースペックかもしれない。しかし、これは現在の仮想敵国である中国海軍の潜水艦の最高震度がおよそ300メートル程度だということを考慮すれば、それを活かせる海域であれば確実に敵を上回る優位性を確保することを意味する。また横流ではスターリングエンジンを廃止、リチウムイオンバッテリーに水中の推進力を一本化したことで、従来から世界的レベルとされてきた静粛性にさらに磨きがかかっていると思われる。これによってより発見されにくくなった横流は仮想敵国に制海権を握らせないよう脅威の秘匿性を持って海中に潜み、敵艦艇の動きを牽制する役割を果たすことが期待される。この静粛性の高さは間違いなく横流の最大の特徴であり、オーストラリアの新型潜水艦導入などにおいて競合となったドイツの214型系統をはるかに上回るものだと思われる。ドイツの214型系統の潜水艦は本国の艦艇でなく、ライセンス生産された韓国などでも深刻な騒音トラブルを起こしており、横流よりも本来有利な小型艦であるにもかかわらず難があるようだ。それでもドイツの214型系統の潜水艦は韓国以外にギリシャ、トルコ、ポルトガルでも採用された上、昨今はインドの新型潜水艦の入札にも名前が上がるなど、セールス的には成功しているから不思議だ。むしろ日本政府は武器輸出を緩和したことで、日本の潜水艦は高性能だから売れるはずと思い込んでいた説があるようだが、このインドの案件からも要求に適合せず早々に降りている。フランスやドイツなどと違い、
そもそも武器輸出で儲けようと企図して、存在していない日本のメーカーに海外の国のニーズまで満たした潜水艦を作れという方が間違いなのかもしれない。引き換え韓国はドイツのライセンス生産をした程度の技術で、攻撃型潜水艦に戦略的な要素も持たせるというインドの無謀な要求に手を挙げているようだが、この顛末にも注目だろう。ちょうどくしくも要求と同じようなドサンアンチャン補給潜水艦を建造しているが、用途が不明瞭な潜水艦をインドが最終的にどう評価するのか興味が尽きない。